次に後ろに見返しをつけていきます。こういうふうに合わせてですね、待ち針でこう留めていって、縫い代1センチのところを縫っていきます。はい、見返しを中表にして襟ぐりにつけました。でそしたらですね、この縫い代を7ミリぐらいにまずカットしていきます。でカットしたらこの縫い代に切り、大体1センチとか2センチぐらいですね、切り込みを入れていきます。こんな感じで切り込みを入れます。切り込みを入れたらですね、ちょっと縫い代分少しもうカットしてますけど、もう少しちょっと厚みが出ないようにカットをします。切り込み入りました。縫い代に切り込みを入れたら、見返し側に倒して、ここに見返し側にコバステッチ1ミリのですねステッチをかけていきます。コバステッチをかけました。そしたら前身ごろと合わせていきます。通常ですね、見返しつけるときに、まあ、カジュアルなものなんでここにステッチをかけるんですが、前の V 焼きにステッチをかけないで、かけないようにするので、今回は、見返し側にステッチをかけるようにしました。でそしたらですね、中表にして前と編みごろと合わせていきます。肩を合わせて、見返しも合わせますね。でこんな風に合わせたらですね、縫い代1センチで両肩とも縫っていきます。両肩を縫いました。見返しも続けて縫ってあります。でこの縫い代肩返しにしようと思ったんですけど、ちょっと生地が厚くてちょっとボテッとしてしまうので、肩返しの縫い割りにしようと思います。ですので、こう別々にここを端をロックで始末してって、でここの見返しを折って留めていきます。でこの辺の余分な厚みが出てしまう縫い代もカットしていきます。で
型を型返しとか縫い割りとか絶対こっちにしなければいけないという決まりはないので、布地の厚さに応じてですね、臨機応変にしていただければと思います。これちょっと厚かったですね。肩の、始末をしました。で、アイロンで割りました。で、見返しはですね、ここに、縫い代に奥まつりとか千鳥がけとか、そういう方法で留めつけていきます。後ろもここですね、ここも留めておきます。で、3箇所留めておくことでパカパカならないので、脱ぎ着の時にペラペラなってしまわないようにします。で、そしたら次に脇を縫います。ですね、脇の空きが18センチにしてあるんですが、お好みでですね、全然半袖として着ないよ、下になんか重ねて着るよって方はもっと開けてもいいと思います。19とか20とか、それこそご自分の体型に合わせて変えていただければと思います。身幅これ、たっぷりあるので、さまざまな体型の方にご着用いただけると思います。あと裾ですね、裾は10センチのスリットを入れようと思ってますので、このスリット止まりまでですね、この脇ですね、スリット止まりまで縫っていきます。ここは縫い代 1.5 センチですかね。はい、脇をですね、縫いました。スリット止まりまでですね。で、そしたらですね、袖ぐりを、ここ縫い代 1.5 センチ取ってありますので、三つ折りにしてですね、アイロンで押さえて、で、この脇の止まりまで縫って、ここの脇のところは何回か返し針をします。で、両側同じような感じですね。で、裾は、スリット開けてあるので、ここは2つ折りで割って、裾は、あ、スリットのところは2つ折りで割って、裾をですね、3センチの縫い代なので1センチの2センチで三つ折りにして、ぐるーっとですね、続けて縫っていきます。で、真ん中の縫い代縫い割りですね、こう厚ぼったくなってしまう。で、これで本体は終わりです。そしたら、ベルトを中表にして、周りを1センチでぐるっと縫ってですね、返し口を1箇所開けておきます。で、縫って表にひっくり返して形を整えて返し口を閉じます。はい、袖ぐりを三つ折りにして縫いました。で、ここは返し針をしてますね、袖の下の口のところですね。で、裾は、続けてと言ったんですが、まずここ、スリットを縫って、で、ここの縫い止ま、空き止まりは返し針をして、で、裾は三つ折りにして縫いました。で、本体はですね、これで出来上がりですね。見返しはここ後ろの分を奥まつり、横はですね、ちょっと縫い代が出ちゃいそうだったので千鳥がけにしました。前も留めてありますね。ここも奥まつりですね。で、それから紐をですね、縫って、返し口からひっくり返して周りにくるりとステッチをかけました。で、こんな感じで表に返すと、ここですね、肩タックになってますね。で、V 開きで出来上がりです。